これはね、松坂桃李戸田恵梨香との結婚話 NG って。要するにね、この二人は結婚したじゃないですか。でも結婚話をしないと。行列のできる相談所で東野幸治が松坂桃李さんをいじったと。それは戸田と、戸田恵梨香さんと松坂さんの新婚生活をいじった。しかしそこの話はあまり広げなかったってことなんだな。菅田将暉のオールナイトニッポンっていうラジオがあるんですね。それで、菅田将暉と松坂桃李が同じ事務所で、まあ親友というか仲いいと。で、マネージャーから結婚をいじるように指示されたって菅田将暉くんが言われたんだけど、特にいじることはなかったと。戸田恵梨香さんとの話題が出ることはなかった。で、そうなると、ここまで、松坂と戸田の結婚 NG トーク、結婚トーク NG が徹底されるというのは、松坂桃李の事務所は OK だが、戸田恵梨香さんの事務所がストップをかけているのではという疑問が浮かんでくるんだそうです。で、その理由として勘ぐってしまってるのは、戸田さんの先輩女優の、広末涼子さんの存在らしいんですよ。で、まず広末さんはファッションデザイナーの岡澤孝弘とできちゃった。まあ、岡澤ですね。まあ、関東連合の人だって言われてる人ですね。とできちゃった、結婚したものの4年3ヶ月で破局。結婚、出産、離婚を経験し、女優としての演技に深みが増したと評価されていたが、2010年に今度はキャンドルアーティストのキャンドル・ジュンと交際期間、7日間でスピード再婚、再びできちゃったこと。で、それをもう、広末さんは、俳優の佐藤健くんとの自宅マンションの一夜を過ごし、朝帰りしたとスクープされる不倫報道があった。で、広末夫婦が別居状態になったという噂もあったと。しかし、2015年7月には広末は、第三子を出産している。いろいろあったが、夫婦仲は修繕されたと。広末のこれまでの波乱の結婚問題をフォローし続けてきた事務所は、もしものリスクを考えて、結婚を積極的に売りにしたくないという思惑があるのかもしれない。そんなことはあるんですかね。それで、松坂桃李さんと戸田恵梨香さんも、あんまりこう、のろけ話とか結婚を売りにしちゃうと、その広末さんみたいに、いろいろ波乱万丈な結婚生活があると、事務所としても、火消しに大変だからっていう話なんですか、これは。なぜかまたこういうところにね、佐藤健君の名前が出てきちゃうんですけどね。このままだと松坂と戸田のツーショットを撮れただけでスクープになってる、なってしまうかも、だそうです。まあね、あんまりね、喋んないと勘ぐられちゃいますよね。昨日俺の家の話とか見てて、戸田恵梨香さん出てたんですけどね。戸田恵梨香さんマスクが似合うんですよね。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。俺の家の話の戸田恵梨香さんは、僕はなんか、すごい綺麗だな、と思いますね。めちゃくちゃいいな、と思ってて。スタイルもね、もともといいです。もともとね、もともとやっぱ綺麗だからあれですけど、クドカンの演出だから面白いんですよね。昨日もね、なんかね、抱っこしてっていう、永瀬にね。永瀬やっぱプロレスラーで体を大きく今してる。あの、番組で役作りででかくしてるんで。でかいんですよ、ちょっとね。で、それで山賊抱っこをしてほしいっていうわけわかんない。こう、山賊みたいにこう担がれて歩いていくっていうシーンがあったんですけど、めちゃくちゃ面白かったですけどね。なんか、女優としてはね、もう本当に最高にいい女優だなと思って見てるんですけど、まあだから結婚トークを売りにしないで、ただ単純に戸田さんはあれだよな、ストイックに女優としての仕事をメインに持ってきたんじゃないのかなと僕は思いますけどね。だっていちいち結婚を売りにする必要もなくないですかね。松坂桃李は松坂桃李でそうだし、戸田恵梨香は戸田恵梨香で、女優として俳優として十分話題性があるじゃないですか。いちいちね、なんかそこら辺のちょっと落ち目の人が結婚して結婚を売りにするみたいな、結婚トークするっていうような感じじゃない地位にあるちゃんとした演技派の二人だから、まあ、結婚したからってね、その結婚生活をなんかいちいち根掘り葉掘り聞くのもどうかなって思いますよね。大悟と北川景子さんだったらわかるんですよ。ね、大悟ってね、どっちかって言うとあんまり今仕事減ってきてるじゃないですか。だからまあネタとしては北川景子さんとかね、あと娘が生まれたから娘の話題って、そういうのは事務所としてはさせたいのはわかりますけど、北川さんはいらないじゃないですか、もう女優として成立してるから。
なんかそんな感じがありますけどね。だから戸田さんとかはそうなんじゃない。下手にね、結婚を推しにすると役作りも難しくなるじゃないですか。役を見るときにそういう先入観っていうんですかね、あの松坂さんのイメージがその役に反映されすぎないようにするとこもあるんじゃないですか。わかんない、なんか素人ながらに僕はそう思いますけど、な感じです。ではでは。